このテント1210日目です。3年ちょっとになります。でこのテントを建てましたのは何回も言うようですけれども、あの3月11日の福島、東電福島第一原発の事故があったからなんですね。でこの事故がなければこういうものはなかったと思います。ここのテント広場はまさにですね、その日本の脱原発運動の象徴的存在であります。みんなはですね、東京でもああやって戦ってくれてんだと、俺たちはここで頑張ってる、みんなそれぞれの現地で頑張ってくれよとい う電波を送っている、その発信地ですから、ここは何が何でもやっぱり、出資しなきゃいけない。私は再稼働反対という理由は、自分は 3.11 を地獄の思いでしたから、逃げてくるの財産も全部なくなりました。だから私と同じ苦しみを二度と味わいさせたくないんですよ。だから私は再稼働は絶対反対です。福島県の県民の命っていうのをどう考えてるんだろうかと思うんです。そして私たちだけじゃないです、仙台原発もそうです。その人たちの命の軽さっていうのをどう考えてるんだろうかと思って、なんだろう、悔しくてしょうがないです。こんなにひどい目に遭った福島県民がね、原発は全部やめてくれって言ってるんです。聞いてくださいよ、経済産業省の皆さんも聞いてほしいです。そして私たちと同じ目に遭わせたくないってさっきね、亀谷さんもおっしゃいましたけど、私も同じ気持ちです。同じこの苦しみを味わってほしくないです。どこの誰にも、日本中、世界中、原発がある人たちにはこの苦しみを味わってほしくないです。だから原発やめましょうって話をしてます。そしてこんな始末の終えないものをね、まだ動かそうとしている安倍政権はやっぱり気が狂ってると私は思います。